フィットネスプロデューサーのアヤさん39とクロスフィットアスリート兼トレーナーの慎吾さん37が7月7日に入籍した。写真を見る私服姿で印象がらり。あやさんの柔らかい笑顔が素敵な夫婦ショット互いに良くないイメージを抱いた時期もあったが、いやいや距離はちょっとだけ残っていたりで。優しさに打たれた最初の出会い。最初の出会いは2012年。 慎吾さんがフィットネスプログラムの一つ、クロスフィットを米国で学び、帰国した直後に立ち寄った都内のジムにアヤさんがいた。喉の渇きを覚えた慎吾さんに彼女が水を差し出す。優しさに打たれた慎吾さんはビクショう。アヤは全く記憶にないそうで、その後、慎吾さんは香港でコーチを務め、一方のアヤさんは仕事でテレビに多数出演し、自身もモデルでありながら、 モデルに人気のトレーナーとして知られるようになっていた。慎吾さんはあやさんの出演番組を見たことがあり、あやさんもこの頃には慎吾さんを日本で1位の強豪選手として認識していた。再会した印象は高飛車な人。19年4月、タイのサムイ島で世界中のクロスフィット競技者が集まるアスリートサミットが開かれた。慎吾さんや女子で日本一の選手も参加。 アさんは当時の契約先を通じて参加の打診を受けたが、ゴリゴリのアスリートの中に行きたくないとごねました。慎吾さんや女子1位の選手を強いから偉いと思っているんじゃないかとイっていたからだ。結局参加を決めたアさんは、慎吾さんに初めましてと挨拶。かつての出会いを覚えていた慎吾さんとしては、この言葉にテレビに出ているし、高びしゃな人なのかなと印象を損ねたそうである。 だが、そんな二人がトレーニングの写真を撮る際の男女ペアになった。倒立しての腕立て伏せなどで呼吸を合わせるため言葉を交わすと寡黙なのかと思ったら、よく喋る。性格も芸人みたいで、あやさん。ちゃんと僕の言うことを聞いてくれる。全然高飛車じゃない、し吾さん。共に印象は好転。クロスフィットに対する真摯な姿勢は同じですっかり打ち解けた。あやさんはやがて、 女子1位の選手ともトレーニングする中になった。20年2月にはチーム戦がある米マイアミでの大会に同チームで参加することに。あやさんはしばしモデルの仕事を入れないほど体作りに打ち込んだ。大阪が拠点だった慎吾さんと会う機会も増え、互いを深く知るようになる。大会を経て慎吾さんがあやさんのジムで機械体操系トレーニングを強化するため月に2回上京することになると、 しばしば一緒に食事をし、距離も縮まって自然と交際が始まった。一緒に言いましょう。21年、あやさんの引っ越しを機に同居を開始。クロスフィットに関する価値観を語れば思いは一致。慎吾さんの、この先も、一緒に言いましょう、という言葉も自然に出たものだ。休婚の言葉こそなかったが、あやさん曰く、プロポーズなどロマンチックなことが何もなかったので、 せめて日付はロマンチックにと、七夕の夜に役所の時間外窓口に赴き、入籍を果たしたのだった。クロスフィット以外の価値観はまるで合わないとか。慎吾さんの好きな香港アクション映画にあやさんは疎い。普段の撮影でスタイリストをつけないほど自らファッションに凝るあやさんは彼のセンスのなさを嘆いて笑う。こんなに価値観が合わないのによく一緒にいるよね。 デコボコもある二人だが、カップルや夫婦など男女ペアでのフィットネス、カップルフィットを今後、発信していきたいと燃えている。男女それぞれへの発信で役割分担したし算ではなく、掛け算で大きな力になれれば、新吾さん、と熱意を込める。デコボコ合わさって二人はまさに完全フィット。視界を引っ張る名コンビだ。